次は これもねちゃんと作ったんですけど、ちょっと画面乗らなくなってすいません。これは皇太子のなんか一本みたいなのを話すかって話だったんで、なんか疲れてきたな。え、そんなことしたらいいですか。んでもまあ なんっけ、ドーン、あ、これね皇太子の一本スターラスター、スターラスター。いやこれはね結構これはハマったよ。ハマった。正直これ結構すごいですね。早すぎた名作みたいな。そう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 。これはね本当かなり難しいですよね。実は見た目はかなりこう地味だけども、めっちゃくちゃ奥深い。奥深いですもんね。ただこれほらマップがよく分からなくて、この分からなさが良かった。なるほど。微妙に分かる、なんか最初分からなくのが分かってくるの。このな宇宙が見えてくるの。ずっとこういや本当本当、この立体、この何が描きてきて、この三次元レーダー。そうね、そうね。ね、うん、まずその青い平面じゃないんよ。そうそうそう。うんうんうん、こう回りながらの奥に行くっていうのをね、これで敵の位置がなんかだんだん手に取るように分かってきて。分かってくる。でこの宇宙のこの立体的な絵っていうのはなんか浮かんでくるのよ。なるほど、ね。すごいよこれ。脳で保管していくわけですね。うん、そうそうそう。どこに基地がどんな位置関係になるのかなんか見えてきて、ね、すごいな。ずっとやったらやっぱそれあれですね、ファミコン脳になってたわけですね。なんかなるなるなるしかもあのデススターみたいなやつ、あれが ねこれ完全にスターウォーズですもんね。そうそうそう、それがねよくて、でこの敵の弾が当たる時のね恐怖がある。あ、迫ってきて当たった時の振動みたいなのが。しかもこれあれですよね、リアルタイムだから、そう、他の星のこととか気にしなくちゃいけなかった。常にレーダー画面をつけてですよ、ね、で敵がどこまでどこまで来てるか、どの騎士がやられてるか。これは無理やったな、難しくて。で常にワープして移動しながらね、そこに行って敵をちょっと破壊して、またこっちがやばそうだったら、でも捨てる騎士も決めなきゃいけないね途中でね。それがもうめちゃくちゃ熱すぎてもう何のことか分からへん俺何の話やみたいな。でもこれいやほとんどの人がみんなほら CM で勝ったけど、そう、難しくて多分ほとんど投げてるんですよ。そう、俺もその口なんですよ、分からんで。そうでしょ。で権太郎さんもエキスパートクリアしてないって多分やり込んではると思うんですけど、ね、俺は無理やったな、難しくて。エキスパート、ただね本当やり込んだらね本当やめられなくなる。本当に今やって面白いかな。面白いって言った。だからこれ来週すごいわ、本当やりますか。で見た目が地味なんだよ見た目がね、凄さが分かんないっつうのね、パッて。これなんかでもあの PS かなんかで名前が変わって移植されましたよね。されたされた。ねえ、あのね、それはあれダメやった。あれダメやったけど。ダメやった。うん、ダメやった。あ、やっぱこれぐらいシンプルでね、だったからよかった。やっぱこれね、デススター、これこれこれデススター、これが最後のやつって。めちゃくちゃ強くてねエキスパートって何すか、またモードが違うの。それをクリアすると本当のクリアになって、本当のエンディング。めちゃくちゃ苦労したもんね、ずっとランクが上がってくの。でもねこれね、ナムコ鳴り物入りで登場した割には売れなかった、がっかりしたんですよ。あ、やっぱ難しかったんだね。難しくて見た目が地味で、地味やしね、分かりにくいんでしょうね。ナムコの間の評価もめちゃくちゃ高かったんで、ね、で期待して、そう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 、で期待して出したらこけたとこけたって言っても何十万本の世界だと。そのコケタっていう数がね、100万本とかの数の時に30万本、今のコケタったら1万本とか2万本やろうけど、じゃなくてやっぱり 2,30 万本とかは売れてるわけね。もう100万本以上が普通の時にそれだったから、コケタこと。100万本が普通やったからですね、ファミコンのこの85年とかね。すごいですね、すごい。でもこれすごい、ほんとすごい。スターラスター、よし、これもちょっとほんなら引っ張り出して、多分持ってるけど、やったことないから、うん、今でもね楽しめるって難しいけどね、今やると。わかりました。